タゴノウラ港ヘドロ郊外。タゴノウラ港ヘドロ郊外とは、静岡県富士市タゴノウラ港で1960年代から1970年代、前半に発生したヘドロ汚染による郊外である。この港では同じく静止工場由来で発生した、帰還子全ん富士全んについても合わせて取り上げていくこととする。当時タゴノウラ港では、ヘドロ郊外が起こり、そのヘドロは、 公安としての機能を妨げるだけでなく、悪臭などを引き起こし、社会問題にまで発展した。ヘドル郊外の影響が、駿河湾に及ぶに伴い、時には5000人以上の規模で、抗議運動が行われるなどした。一方、大気汚染は、気管自然則を代表とする呼吸器疾患を引き起こし、前世紀は、富士市内の郊外健康被害者認定者数、保障法、 市場例系は1000人を超えるなど、多大なる影響を及ぼした。環境再生保全機構によると、現在の富士市の公害健康被害保障の非認定者数は2016年、平成28年3月末時点で364人で、ある。社会問題として認知される以前から、生死会社と住民との問題はすでに起きていた。早い例では1890年、明治23年、 富士製紙が汚水をブルイ川に放流したため、鹿島村の住人が保証請求を行ったということがあった。また、汚水問題に加え減水問題も浮上したため、鹿島村長と富士製紙側とで契約書が交わされるといった動向があった。また1948年から1949年にかけては、製紙会社三社と農民館とで汚水路に関する騒論が起こった。 1960年あたりには地下水の塩水化問題が浮上した。これは、製紙会社が膨大な量の地下水を使用するために、地下で海水と淡水の均衡が破られたことによる。これら各種問題の発生は、製紙工場の増大を物語っている。一般に1960年代から、公害問題が取り沙汰されるようになったと言われているが、 実際、公害発生苦情取り扱い件数を見て、見ると、年代が進むにつれ苦情件数が増加している。1965年と1969年を比較すると、苦情件数は3倍以上に増えており、その中で最も増加を示しているのが、汚水排水に関する内容であった。市はこれらの状況を見て1968年に、公害対策室を設けたが、同年には、 室から、海へと昇格させ、郊外化を設置した。しかし、ヘドル郊外は、収まるところを知らず、1970年8月には、田子の浦港に、漁船140隻余りが集まり、ヘドル郊外追放、駿河湾を返せといった、漁期を掲げ抗議する様子が見られた。これは、駿河湾周辺の漁師によるものであり、東郊外が、 富士市以外の高地域に影響を与えていたことを示している。また同月に200隻の漁船団が現れ抗議を行うなど一過性のものではなくなっていた。これは桜エビが不良になったといった実際の被害から由来している。また不当広場では約5000人による汚水海洋陶器反対の運動が行われた。その他ヘドロ郊害の原因を作ったとして、 富士市内の4つの製紙会社、大昭和製紙、高和工業、大高製紙、本州製紙を、告発、県に対しても、住民監査請求を行った。これら製紙会社は、浄化処理場の設置を計画せざるを得なくなり、大昭和製紙は34億円を投じて、大高製紙は、約4億、そして、高和工業も6億を投じて、これら工事に着工した。 ヘドロが沈殿し、1970年時点で、田子の浦港吉原埠頭の水深はわずか1から2メートルとなった。この影響から、田子の浦港に入港した貨物船が立ち往生するケースが発生し、大型貨物船には注意喚起のほか、一部の荷物を清水港で降ろすという対策を取らざるを得なくなった。中には入港すらできない貨物船も発生した。この頃から、 国会議員の視察等も相次ぎ日本全国に広く知られていくこととなる。ヘドロの悪臭も社会問題となっていたため、静岡県富士臨海地区総合開発事務所は25馬力大型送風機で悪臭を吹き飛ばすという実験を行ったが、3から4回テストを行っても効果は得られなかった。また1980年に富士市は 富士市役州が害防止対策指導要項を制定施行している。国による公共用水域の水質の保全に関する法律や、工場排水等の規制に関する法律交付の後、排水基準を定める、省令、水質を濁防止法が交付されると規制は、より厳しくなり、工場や事業所のすべてに、水質基準が適用されることとなった。 しかしすでに発生しているヘドロ処理については、課題も多かった。当初はヘドロ処理は、概要陶器が予定されていたが、議論を経て河川時期への陶器へと方針が変わった。ヘドロの陶器処理を進めるため1970年に地元民と協議の場を設けたが、猛烈な反対により15分で終えることとなった。これは1971年も同様であったが、同年中に協力を取り付け、 地元民は河川敷放流に賛成した。ヘドロには硫化水素や地や塩素酸ナトリウムが含まれるが、これらによる二次災害は出さないということを繰り返し説明する中でのことだった。しかし、同年10月時点で未だ、タゴノのラ港には120から130万トンのヘドロの体積が推定されており、まだ処理の完了にはほど遠い状況であった。 これらの処理のためには広大な敷地と処理物の転用が必要であり、市は処理物を埋め立て、そこを緑地帯や道路として利用する方針を立てた。市は地元住民から覚書を取り付け、処理を進めた。1974年には87万5千トンの春節を終えたが、1975年の調査では、約51万3千メートルのヘドロの体積が、 未だ推定されるという状況であった。これらも順次春節作業が進められ、1981年に春節作業を完了させた、田子の浦港大石をデイ春節事業。1970年から数えて11年という長い、歳月と68億円、兼、死等という巨額を費やしてのことであった。製紙会社は、 製造工程で発生するペーパースラッジの処理に悩まされ、足高山や浮島沼、富士山南独の大淵地区に不法投棄する例が後を絶たなかった。富士市は本来生投棄は禁止していたが、一方で焼却場施設の建設もめどが立っていなかったため、一転して1975年に暫定的な生投棄を認めた。しかし生投棄による健康影響や、 環境保全観点からも監視が必要であり、富士市は集中的登記、登記する場所を特定させるを模索した。また、富士市議会公害対策委員会は、製紙会社の自己所有の三輪地への生登記をも認めた。1976年には、市が生登記場所を富士市かに決定し、集中的な埋め立てが本格的に始まった。しかし莫大なペーパースラッジで、 取得した土地はすぐに満杯となってしまった。そのため1977年に代わりに、富士市神戸の土地を用意し、同年2月より登記を始めた。しかし反対の声も上がり、なかなか進まなかった。そのため、富士市議会公害対策特別委員会や他組織との協議の末、富士市大淵に土地を確保し、ここを新たな登記場所とした。 1978年になると、長年課題であった、焼却場施設の建設の話がまとまり、同年11月に焼却場建設の自治院祭が行われ、1980年に稼働した。ここで初めて安全に処理される体制が整ったので、ある。水質汚濁の問題と、並行して生じた問題に、大気汚染がある。1969年3月には、 大気汚染防止法により、富士市は倍園規制地域の B 地域に指定された。大気汚染で最も問題となったのは、基幹子全息の多発であり、富士全息や富士全息といった故障があった。特に1967年1968年頃から多くなったとされ、富士市は1968年より、千葉大学に移植して、学童の発病調査を実施した。 これらの結果から、工場に隣接する小学校の児童に有意差を持って、患者児童の比率が高いことが分かった。また、富士市司会は、工場が多い今井地区の幼児の健康診断を実施した。その結果診断を受けた幼児のうち32%が、風邪をひきやすい体質であり、また47%に、喉の炎症が確認された。このことから、対象児童に、 千葉大学による精密検査をすることとなった。また、医師会は、藤間地区でも検診を行ったが、このうち51%が最終的に精密検査を受ける事態となった。この帰還自然息患者の増加を受け、市は1971年1月に、富士市大気汚染に係る健康被害の救済に関する条例を制定した。このように、投稿外の特徴として、 児童に影響が大きかった点が挙げられる。富士市では1968年からアリューサンガス濃度の測定を行っているが、南部に点在する静止工場地帯から離れるにつれ濃度が減少しており、静止工場が原因であることは明らかであった。加えて富士市は自動記録計を導入し陽酸化物を測定するなどしているが、汚染の範囲が南部から北部へと広がっており、 これは公園と塚によるものとされている。硫黄酸化物が高濃度を示すのは、富士保健所及び富士市立元吉原中学校、富士市立吉原第三中学校であり、これは一貫している。1971年時点では未だ1日平均で、環境基準を大幅に上回っており、1972年では濃度低下が見られるが、 季節や時間帯によっては未だ環境基準を大幅に上回るという状況であった。1973年には富士503計画が発表された。これは昭和50年までに 0.03ppm 以下にするという環境目標から由来し、50が昭和50年を意味し、3が 0.03ppm を意味する。 しかしこの時点で、国は1977年以降は 0.02ppm 以下という目標を検討し、県では1977年まで0.015から 0.018ppm とすることを目標としていたので、高い目標とは言い難かった。1972年2月、国は、公害にかかる健康被害の救済に関する特別措置法に基づき、 富士市を当制度の適用とすることとした。これは、待機汚染による患者を対象にした制度である。また、1974年に国により、公害健康被害保障法が施行され、同年時点で、富士市の認定者数は508人となっている。この時、富士市の公害病の認定は、国の公害健康被害保障法と市の富士市大予選にかかる。 健康被害の救済に関する条例による日本立てとなっていた。前者、国認定は前日の通り1974年時点で508人であり、後者、市認定は同年で150人であった。しかし、市の公害病認定者は、国認定者と比べ不公平な救済措置を受けていたため、市の認定患者も国認定患者同様に保障を受けられるよう、 富士市大気汚染に係る健康被害の救済に関する条例を174年に改正し富士市公害健康被害保障条例を交付した1978年には地認定者と国認定者の合計で1000人を超えるまでに至ったその後は次第に認定者数は減少し治癒患者の増加が認められるようになった生死工場の増加拡大は 電力需要の増加を意味し、東京電力は安定供給のため火力発電所の建設を計画した。1968年3月に東京電力は富士市に協力要請をし、合わせて計画書概要を提出した。しかしこの頃の富士市はすでに大気汚染問題を抱えていたため、火力発電所が大気に影響するかどうか確認が必要であった。富士市は 同年4月に火力発電所対策室を設置し、調査研究を進めることとした。東京電力の計画では、公害予防のため煙突の高さを200メートルとすると、しており、事前に対策を講じていたが、住民の反発は大変に強いものであった。これは大気汚染を危惧するためであるが、火力発電所反対運動は、加熱を見せ、 1968年12月には12,725人分の既存公害絶滅と火力発電所建設阻止の請願書提示された。同年12月11日富士市は市長名をもって東京電力に対し火力発電所建設計画に関する条件を提示した。13日には東京電力より条件に対する正式回答があり、 全項目を受け入れるという意思が提示された。次年には、市の特別委員会により火力発電所建設が了承され、市議会全員協議会にて報告されるという最終段階に入った。しかし、協議会開会直前になり火力発電所建設に反対する約300人が乱入し、協議会は延長された。延長後の総務。 厚生両委員会にも反対派300人が駆けつけたため場所を変更し、富士市役所本庁舎でうこととしたが、やはり反対派が集まることとなった。特に1969年3月の富士市議会3月定例会議は大変な騒ぎとなり、流血騒ぎとなった。反対派1500人が会場に集結したため警察官の導入が要請され、200人の警官が集結した。 これらの騒ぎにより、議会を開催できなかったため、午後5時以降に密かに、再開し6時15分に閉会した。その後、市議会が9回であっても500名、近い反対派が集結し、市議会が開催される日には1500人が集結した。こうした、連日の騒ぎから、富士市議会は、異例中の異例である、真夜中に開催されることとなったが、これさえもデモ隊によって、大混乱となった。 富士市議会3月定例会は火力発電所建設問題は審議未了のまま終わった。同年11月、市議会全員協議会の中で火力発電所建設問題についての特別委員長報告を求める緊急動議が提出され、富士市として設置を打倒する最終結論が提出された。上のように昭和年、 1981年までに、田子の浦港堆積汚泥春節事業が行われ、すでに存在しているヘドロ分についての処理は完了した。その後は、工場からのダイオキシン類の排出を制限させるため、平成2年、1990年に、富士地区大オキシン対策委員会を設立し、目標値を設けた。平成6年、1994年にはその、目標値の達成を確認し、 ヘドロ問題の解決がなされたかのように見えた。しかし、平成12年、2000年に県が調査を行うと、タゴノウラ皇帝室よりダイオキシンといった高度の環境ホルモンが検出された。平成14年、2002年の追加調査でも、調査地点の半分で環境基準を超えていることが確認され、ダイオキシン類問題が解決されていないことが判明した。県は、 タゴノウラ港提出、大沖新類浄化対策委員会を設置、汚染提出土砂の除去、春節作業を開始した。しかしその際発生した春節土の処分場確保に難航しており、円滑には進んでいない。春節土砂の埋め立て地として、岩本山が選ばれたものの周辺住民が猛反発し、平成17年、2005年には署名活動及び、 決期集会が行われた。他、平成19年、2007年にはダイオキシンを危惧する地元住民約1900人の反対陳情の署名が提出されるなどしている。そのため県は埋め立て地を鈴川海岸へと変更したが、これも周辺住民により反対された。その後ダイオキシン類の濃度が低いものは、 鈴川海岸に埋め立て処分されたが、濃度が高いものについては、埋め立てができず未だ処分方法及び、処分値は決まっていない。そのため未だ課題が残っている状況にある。これらの経緯から、富士市は、大欧基新類等による田語の浦港の提出汚染予防を、公害防止対策事業として継続している。当時田語の浦港ヘドロ公害は、 社会問題に発展していたため、映画をはじめとする多くの題材に用いられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。